のいらっしゃいませ。はい、というわけで始まりました、新宿2丁目アニソンバーえめぐりのママのゆいでございます。はい、今日はですね、ちょっと私自宅で撮影をしてるんですけれども、とあるものを食べながらまたやっていきたいと思うんですけれども、こちらの食べ物を食べていきたいと思ってます。ナゲタス、ナゲタス、はい、準備ができました。今日はですね、こちらの明太子をいただいたんで、こちらを食べていきたいなと思ってます。そして明太子と、こちらもいただきました、イカ明太、イカ明太、今タッパーに移しちゃったんですけど、こちらのやつも高菜明太ですね。明太尽くしで、ご飯を 1.5 合とりあえず炊きました。ちょっと2合、本当は2合チャレンジしようかと思ったんだけど、ちょっと怖かったんでちゃちゃまるさん、こちらにちゃちゃまるさんがいらっしゃいますよ。はい、そんな感じで今日はですね、明太子をたくさん食べようという感じで食べていきたいなと思ってます。あ、ちゃ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 、今回は私ですね、今一応ダイエット中なので玄米にしました。全部ちょっととりあえずね、一発目はわんぱくな感じで。部屋 1.5 合とこんだけしかないの？いや見てよー、何これ、美味しそう、美味しそう。昆布漬けって書いてあった。まあね、まずはスタンダードに。見て、完璧完璧じゃないこれ。いただきます。うん、うん、プチプチ、うん、ピリ辛、美味しい。うん、合うわ、ご飯と。なんか程よい辛さで、うん、しっかりとした塩気ね、やっぱり。いやー、美味しいわ。美味しい。なんか昆布が入ってるからかもしんないけど、結構辛子明太子だけど、うわっ辛っていう感じじゃなくて、結構マイルドな感じにはなってますね。ピリ辛ぐらいの辛さです。これもいただいたんですよ、海苔、見えるかな、海苔オーバー、海苔のオーバー、これ絶対美味しいと思う、絶対ご飯に合いそうなタコキムチね、絶対合うよね。なんか明太子だけだと飽きるかなと思ってね、飽き防止だ。うん、これうめえ。まああとね、そっち口直しにトマトを買ってます。あとでね、味変でいろいろ食べ物は買ったんですけども、それはまあ後々紹介しますね。この映像が出てる頃には多分歌ってみたシリーズのやつも出てると思うんですけども、昨日、ちょうど昨日を私撮影してて、いやもう本当に、もう本当に寒くて外が。でも、で今回スタッフの僕に撮影をしてもらったんだけど、もう二人で寒い寒いっつって、もう本当に、こんな寒い中なのに、なんで外にしたんだろうと思いながら、もう見ていただけましたか？中村明菜さんのダイヤというね、私一番大好きな曲なんですけども、そちらの曲をカバーさせていただいて、歌ってみたをやってるんですけれども。で、毎回ね、コンセプトで、コンセプトでっていうか、ミュージックビデオ風に仕上げてるんですけども、まあその時の撮影がね、もう本当に極寒で極寒で大変だった次の日に今これ撮影してるので、ちょっと、正直マジで、ちょっと疲れが、疲れ気味です。一杯目完食。なんか絶対私 1.5 合じゃ足りないと思う。足りないかな、わかんない。じゃあこれちょっと、イカ明太を食べてみようかな。今日のドリンクは、これ。カラダスコヤガチャ。
このまま。こんなの結構ぎっしり、相当ぎっしり詰まってるわよ。こちらを。ドバ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 。いや、すごい、すごいビジュアルよ。見て見て、なみなみ。結構しょっぱい。美味しいけど、すごい、これ。すごいしょっぱい。すごい、ご飯がないと無理よ。ご飯かね、ビールがないと無理や。米泥棒ね、これは。美味しいよ、もちろん。イカも新鮮で、なんか。イカと明太子は合わないわけないもんね。もうね、私ね、こう、ネギを用意してたんだよ。ネギをこれ。ネギ入れたら合いそうな気がする。ネギネギ。ネギだよー。ネギネギ。ネギだよー。見えるかな？ネギ。ネギと明太イカ。すげえ合う。びっくり。かなり味がしっかりしてて、結構しょっぱめなので、こういう、お野菜とか多分、大葉とか入れても合うかもしれない。でも、ネギめちゃくちゃ合う。あ、やだ、1.5 個もうなくなっちゃったんだけど。あと、まだ食べてないのが海苔か。海苔と高菜は食べてないね。高菜を食べてみようかな、じゃあ。あのね、これもいただいたやつなんだけど、私、高菜がそんなにね、得意じゃなくてね、高菜です。高菜さん。面白い味、これ。辛いイメージだけど、これってちょっと酸味があるかも。なんかかなりマイルドな味ですね、これが一番。で、明太子の味がそんなにしないかもしれない。好みの問題だよね、これは。でも、食べれなくはないから、ちゃんと食べますよ。後々ね。あの、パスタとか、スープとかね。いや、でも私の本命はこれよ。大葉海苔。オートフォーカス。大葉です。ゆいです。つまんな。いや、これはうまいでしょ。私、大葉大好きだし。よいしょ。インしました。いや、これ多分秒でなくなるわよ。このご飯。美味しそう。あ、なんか結構ちゃんと緑色してるね。美味しい。ちゃんとうまい。いや、どうしよう。ご飯がなくなってしまったんだけど。ご飯をチンしてきました。そして私ね、これをよく、ダイエット始めたからよく食べてんだけど、この、見える？玄米 100% 使ってんだけど、これね、添加物が何にも入ってないの。もうほんと、炊きたてご飯とそのままよ。その、ねえ、たちゃんね。これおすすめ、ほんと、ファンケルの、この100円ローソンとかにも売ってますよ。シラスを、サパーンと、乗せちゃいます。バター。次は、とろけるミックスチーズ。あ、すごいじゃん、チーズの時だけ。チーズ、これ食べられないよ。くしまろさんのじゃないよ。いや、レンチンしてきました。見てー、溶けたよー、チーズが。さっき買ったネギをね、パラ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 
パラ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 ー。ネギをパラパラする仕事を私はしている。パラパラかけたら美味しく見えるはず。完成しました。明太しらすチーズバター丼完成。イエーイ。こちらで、あたたたた、あたた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 、熱い、あたたたたたた、もういい、もうこちらです。熱い。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃうまい。あこ。うん、おいしい。うん、これはおいしかったわ。さあ、ラストスパートか。ラストスパートっていいの？あとこれだけ。これにしよう。今日のメインは明太子なのに、こちらの勝ちです。オーパオーパリリオーパリリ。今日のヒーローはオーパリリ。おいしい、ほんとにこの大葉海苔。なーん、完食。はい、全部食べきりました。パチ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 でかいやつがね、さすがに全部食べきれなくて、後ほど、後々で、冷凍したりとかして、ちゃんといただきたいと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。